パタラの聖、メトディオスは、4世紀初期に殉教したギリシャ教父の一人で、アリ主教。聖教会、カトリック教会で聖人とされている。聖教会では、新品地名者として記憶される。表記については、現代にイリシャ語からは、メソディオスと転写しうるほか、日本聖教会では、教会スラブ語再建音から、メホディ、メホディとも転写される。主教としての認知を示すため、 および、同盟聖人との区別のために、聖人の名に付される地名につき、聖教会では、パタラのメトディオスとして言及されるが、カトリック教会など聖法教会では、オリンポースのメトディオスとして言及される。リュキア地方のパタラの主教であったという説や、同じくリュキアのオリンポスの主教だったという説があるなど、実際は、どこの主教であったかは異なる伝承が伝えられており、はっきりしていない。 真の修道的謙遜によって知られていたと伝えられる。各種の異端に反駁特にオリゲネス異端に反対する優れた著作が残されている。聖書の仲介のほか、クノーシス主義への反駁復活についての教え、倫理についての説教、婚姻及び男女の性関係の結果としての出産に、神学的根拠を与えている著作など、残されている著作は多い。 特に根配機密をめぐる見解については、他の聖七地の多くが修道士であったこともあって、関心が薄かったこともあり、パタラのメトディオスの根配に関する教えは、聖七地のものとしては貴重である。エウセビオスはその著、教会史において、メトディオスに研究していないが、これはオリゲネスに好意的であった、エウセビオスの行為によるとの説がある。311年。 もしくは312年頃、キリスト教を迫害していたローマ帝国当局に捕らえられ、残首されて処刑される。正教会における記憶日は6月20日。ありがとうございます。